ユディトはルネサンス期の巨匠ジョルジョーネが1504年に描いた絵画。まず間違いなくジョルジョーネの作品であると認められている数少ない絵画で、現在はサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館が所蔵している。1772年にパリのコレクションからエルミタージュ美術館が購入した作品だが、当時はラファエロの作品であると考えられていた。 第二聖典のユディト記に登場するユディトとホロフェルネスを描いた作品で、他の画家たちもこの二人をモチーフにした絵画を多数描いている。19世紀後半にはユディトは厚い暗黄色のワニスに覆われており、オリジナルの状態とはかけ離れた状態にあった。さらに何度となく実施された不適切な修復作業がジョルジョーネ本来の表現を改ざんしてしまっていた。 その後1893年になって、エルミタージュ美術館の修復会シドロフが、もともと遺体だったユキトを正確にカンバスに移植している。1967年にユキトを修復洗浄することが決定し、修復工房の責任者 AV ブリアンゼフの指揮の下、優秀な修復技術を持った AM マローバが修復作業を任せられた。 作業全般に関わる管理者は、レニングラードとモスクワの専門家たちで構成されていた。最初に綿密な紫外線による精査と、光学顕微鏡による解析が行われた。これらの解析の結果、最も損傷が激しいのは草、地面、樹木であることが判明した。過去に実施された修復時に、必要以上に過剰で大規模な塗り直しが行われていたのである。 作品を厚く覆っていたワニスは特殊な溶液で湿らせた綿生と顕微鏡越しに非常にエイリーなメスを使ってすべて取り除かれた。1日に 2C 平方メートルから 6C 平方メートルの修復という慎重な作業でオリジナルの状態に修復されていった。ユディとの修復作業は1971年に完了した。作品本来の輝きと深みを取り戻し、 それまでは見えていなかった塔と,と小山が背景にその姿を表している。ありがとうございます。